はようございます。おはようございます。私たちは浅草の仲見世通りを紹介させていただきたいと思います。はい、まず仲見世通りの歴史から紹介したいと思います。仲見世通りは日本の最も古い拠点街であります。400年前に徳川家康の江戸川幕府時代に浅草寺への参拝者のために作られた拠点街です。近代の仲見世通りは明治18年にできて、現在は89店があります。そしてその商店街の長さは250メートルです。次はちょっと写真を見せます。はい、美味しそう。食べたい。はい、次は私がこの鳥の有名人気あるのお土産紹介したいと思います。この鳥は外国人おかげでにぎやかです。それで、この日本で重要な観光場所と思います。それは人形焼きです。この鳥はいつ外が右とか左はいつもこんないっぱいあると思います。次はこれです。雷おこじ。3号は1000円は高いと思う。でもこの場所はだいたいこのぐらいで、ね、この値段はこのぐらいです。次は次の人気あるの食べ物は、せんべいです。せんべいと言います。それは米から作ります。今が普通のせんべいだけじゃなくて、いろいろな味が変わったと思います。この通りは食べ物じゃなくて、センスもありますよ。センス。このセンスとか、日本で有名でしょ。うん、それで、外国人が買う。次は米、甘酒と言います。色が白いしゃからカップみたい、カップの色と同じ、大体同じと思います。甘酒はみんなお酒を飲んで酔っ払いじゃない。顔が赤くない。この味はちょっと変だと思います。確かに。甘いし、味は形容できません。新しい私たちの新しい味と。と考えています。バレンシアで
ありますあります。でもこの味はちょっと違います。はい、それは、みんな色があるの通り、じゃあこの感じで、はい、どうぞ。今私は仲見世通りのおすすめ店についてお話しします。仲見世通りでたくさん店があります。私たち特に紹介しているのはこの3つ店です。まずおすすめの店は浅草きびだんごあつまです。ここで売ったの甘酒はとても美味しい。美味しい。今冬ですから、陶器の甘酒が人気があります。一方、夏の時、冷やし抹茶もとてもいいと思います。次に一番屋のお店です。ここで当店は浅草せんべいの他に、雷おこしとおこげせんとあられとお米を作ったの商品を取り揃えています。また木村屋本店もあります。この店は浅草で最も古い人気焼き店です。創業以来伝統の味を守っています。もし外国人の友達が日本へ来たら、どうぞこの3つ店へ連れて行って食べ物を買って召し上がってください。次にペキさんのことを浅草さんの中見世通りはお土産を買う良い場所ですから、友人と家族にぜひ連れて行ってください。で、日本の文化が深くできるだと思います。以上です。じゃあ、以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。質問はあります。でも誰かいますか？もしもこれをマレーシアで売ったら人気が出ると思ったものはありましたか？マレーシアで、そうです。人形焼きだと思います。人気があると思います。でもせんべいもあります。味がちょっと違うだと思います。